はい、それでは、はい、今度は肩関節の内旋、外旋の柔軟性、それをちょっとやってみようかな。外旋って何ですか？内旋、外旋、なんかね、僕は当たり前かと思うんですけど難しいこと、内旋っていうのは、まあ、動きとしてはこういった動き、肩を内側に回す、肩を下向きにこう回していく、できるだけここ90度にして、はい、肘こうやって下がらないようなポジションに上げて90度、こういう動きさ、これが内旋、はい、でその反対側に向けるこの動き、外旋、これなんかゴルフのイメージで思うことがある、この動き、例えばテイクバックとかバックスイング、例えばフォローとか、そうです ね、そのまんまです、特にあの外旋、外旋の動き、外旋の動きっていうのはちっちゃいので、この柔軟性が小さくなってくると肩を痛めやすくなります、あまりプロみたいに女性だと多くないんですけど、男性、そう、中、特にね、中年の男性で体が硬くなってきた人とか、ちょっと背中が丸まって姿勢が崩れてきた人は、こういう肩の後ろの筋をね、痛めたりするので、この柔軟性は非常に大事、怪我予防にももちろんです。じゃあまず、じゃあ自分はどうなの、はい、っていうところでテストをね、やろうと思います。じゃあね、向こう向きでこういうふうに横に立ちましょう、はい、そうですね、まずこうやって90度、肘も90度、肩も90度にします、まず内旋からいきましょう。でただこのままではなくて、じゃあドライバーぐらいの前傾姿勢をと、はい、そうすると肘の傾きもちょうど顔と同じ、頭と同じライン、これをスタートポジションにします。でまず内旋、内旋の方向にちょっと行ってみましょう。わあ、柔らかいね。はい、もう一回戻して、はい、もう一度、はい、いいですね。この肘を支点に回していく、これが重要になります。じゃあ実際どれぐらい曲がればいいのかというと、45度ぐらいは欲しいですね。一つ指標があります。もう45度以上回ってるもんねはい、じゃあまず内旋は OK です。で次反対側、外旋、外旋、じゃあ一度耳が隠れてるけど、はい、耳が見えるぐらい、耳のちょっと後ろぐらいまでに行けばいいですよ。でよくあのこうやって肘が下がったり前に出てきたりする方があります。必ずこのスタートポジションから肘を支点にこう回っていける。どこ？結構こう動かさないですると難しい。難しい。はい、合格です。これは右も左も。はい、はい、それでは、この内旋外旋の柔軟性が少し足りない方、この方にこうサイピケなストレッチをクラブを持ってきてください、はい、まあ、ゴルフ場でももちろんご自宅でもいいんですけど、ゴルフ場であったり、練習場であったり、ぜひ、ね、練習前とかラウンド中とか、やっていただきたいなと思います、そしたらね、右肩で、はい、右肩を行きましょう。これ、まあ、ヘッドは上にあった方がいいです。でややこうやって長めに持ちましょう。でね、プロこの前腕の後ろに、後ろにシャフトが来るようにします、指で引っ掛ける感じですか？そう、指はね、何本でもいいです。できるだけまあ少ない方がいいですね。前腕の後ろいいですか？でちょっと見せてあげてください。こうやって肘の後ろにシャフトがこうやって通っていくようにします。はい、でそれそのまま横に持ってきて、左手でできるだけ長い下の方を持ちます。はい、で先ほどのテストと同じようにこの肘を支点に回していきます。はい、じゃあ5回になってみましょう。はい、3、4、5、どうだろう？結構効いてます。結構見てる、そうだね、ちょうどこの、 あの回旋筋が大体この辺に集中してるんです、ね、なので、効いてる感じっていうのは大体この肩の後方、この辺りキューッとくると、このストレッチの効果を出しています。はい、これまず外旋ね。で内旋は今度全く逆のように、はいはい、どうやって持つんですか？肘をこうしたまんまでこのシャフトを、そうです、そうだ、そうだ、
後ろ、やはり肘の後ろ、そう、こうやって、はい、でこれ掴める、はい、遠い、遠い、はい、これでこう回したり、肘をしてこう、はい、でずっと同じ C 取らないで戻しながらもう一回行っていきます。でどうこれは？これは腕が痛い。腕が痛い。シャフトが腕に当たってやりづらい。こういうカーボンね、今日はシャフトでやってもらってるんだけど、例えばスチールみたいな硬いシャフトでやると結構効いちゃうんです、うん。でやりにくいっていう声もあります。違う方法ありますか？あります。で、まあ、これはゴルフ場ではなくて、ちょっとご自宅でね。はい、寝ながらできたりします。ああ、じゃあそれをぜひご紹介します。はい。じゃあ寝ながら、はい、ける方法を教えてください。ね、ちょっとさっきね、クラブのやつやりにくい。確かにそうだね。で、肩の前側に効きすぎちゃって、痛い痛いって方もいらっしゃるんで、ね、ただね、内旋の動きっていうのも当然必要なんですよ。なので家で、寝ながら、うん、寝ながらがいいですよね。練習前ではクラブをやってもらって、うん、家では教えてもらうやつ、うん、終わりました、はい、じゃあね、向こう向いて頭こっち横向きで向いていきます、はい、こうですか。で、ね、膝はそうだね、はい、で、使ってもらう。で、今この左の内線の動き、左の内線の動き、こういう、これが内線ですね。先ほどで言うと、これが外線、これが内線です。で、チカゴプロの右手を使います。右手。これをこのまま上から押さえて、息はーっと吐きながら、で、戻す。はい。はい、じゃあ10回いきましょう。はい、自分で数えてもいいよ。3、4、5、6、7、8、9、10、うん、結構アップテンポだったね今ね。もう少しゆっくり、ゆっくりがいいですか、うん、まあ、回数よりもこの動く範囲を広げてあげると、動く範囲を広げるんだ、そう、ちょっと戻して、ちょっと痛いぐらいで止めるぐらい、ほんのちょっとね、はい、であまり小さな筋肉の集まりがある場所なので、はい、勢いはつけないように、はい、ギュッてギュッと押さないように、うん、ゆっくりやります、ゆっくり、はい、はい、OK です。じゃあ起き上がりましょう。はい、はい、はい、じゃあさっきは内旋のストレッチをご紹介しました。ちょっと難しかった、難しい、はい、もっと簡単なのあったりしますか？タオル使ったり、タオル、タオル、具体的だね、じゃあそしたらお家でできる、うん、目の前にこうやってベッドもあるので、はい、うちのじゃあテーブルとか、うん、自宅にあるタオルを使って、はい、じゃご紹介お願いします。はい、椅子を準備しましょう。でね、今日はそうですね、ここにベッドを置いて座ってください、はい、だこういったタオルを使って、こちらのテーブルでもいいですね、まあ、テーブルでもうちょっと高いかな、これぐらいの高さ、うん、で、置きます。で、プロはタオルの上に両手を置いてそのままずっと目の前に置きます。で、戻る、はい、できるだけ頭を落とさない、前は向いたままですか、顔をこう、こう、そうです、そうです、そうです、はい、戻ります。もう一回。どう？これは。もっといけそうです。もっといける。じゃあちょっと前回にやってみます。うん、顔は下げないんだよ。そうそうそう。すごいちゃった。うん、もう一回いきましょう。はい。はい、これはね、どこに効いてると思う？わかんなかった。わかんなかった。柔らかすぎて。そうだね。実際はこういう肩の横、うん、肩甲骨の主に外側に効いてくるといいんですね。肩ででも中年の、特に男性の、ね、うん、肩は
結構本当は、ね、本当は効くはずなんですが、プロはちょっと柔らかいので、ビリャーっと切ってしまいます。ではこれね、もう一つあって片手でやる方法があります、はい、じゃあ左手をついてちょっとやってみましょう。これまっすぐでいいですか？うん、これね、まっすぐっていう方法と、出しながら少しこの外側を伸ばすために顔を右に、顔を開いて、そうだね、どうですか？そうです、いいですね。はい、戻します。もう一回。でもこれ結構伸びてます。これどこが伸びてます？あ、そうそうそう、ようやくようやく男性陣の気持ちが分かってくれた。これね、やっぱり左右やりましょう。はい、はい、これタオルはどう？いいと思います。滑りやすい。そうだね、この滑る場所がお家にあるとご自宅で簡単にできると思います。はい、はい、じゃあ終わりましょう。でおじさんがやるとこうなります、ね、おじさんとお兄さんお兄さんいい限界です。できてます。こういう感じですか？そうですね、結構肩の肩甲骨の外側効きますね。伸ばして効くね、これ。はい、もう一回いきましょう。なるほど、伸びますね。はい、こっちの方が楽そうですね。そうですね、はい、今は行きますね、はい。これはあれですね、どっち側が弱いとか硬いとかっていう人によって、あ、もう一番分かりやすいと思います。右が硬ければテイクバックで、まあ、はい、しづらいとか回りづらいとか、でもその回りづらいものを、置き去りしてそのまま続けてると肩を痛めてしまう、なるほど、はい、可能性があります。なるほど。なので、まあ、たくさんの可動域を持つよりも、さの可動域を持つよりも、まあ、右と左を整えておいたり、さえ同じぐらいにしといたり、これが非常に大事かな。差があんまりない方がいいです。そうです、ね、うん、で行くことよりも左右のじゃバランスを整える。そうです。でこういうプロみたいな、ここまでの やるかそうそうです、規格外の柔軟性を求めていくというよりも、自分の中で左右合わせておく。じゃどっちもやるのがいいですね。もちろんです、大事ぐらいです。はい、やってみます。ありがとうございます。